はい、というわけで今日も元気よく社会の勉強やっていきましょう。今日はナフタって何ってことについてやっていきたいと思います。それでは結論から見ていきたいと思います。ナフタとは、アメリカ、カナダ、メキシコによる自由貿易協定になります。3つの国による経済的なつながりを強めたものになっていきます。それでは具体的に見ていきたいと思います。はい、NAFTA ですね、NAFTA ですね、これは、北アメリカ州の学習で出てくるものになっていきます。正式名称は北米自由貿易協定になります。アメリカとカナダとメキシコが結んだ協定になっていきます。じゃあこの協定、まあ同盟みたいなもんですよね。この同盟を結んだ理由って何なのかっていうと、普通国と国との貿易とか物のやり取りっていうのは関税っていうのがかかります。例えば日本で100円のお米をアメリカに輸出した場合にはアメリカの関税っていうのがかかって、120円とか130円になったり、逆にアメリカから1000円の牛肉を日本に輸入しようとしたら、日本の関税がその牛肉にかかって1200円とか1300円とかになってくるんですけど、プラスして余分なお金がかかるんですね。で、そうするとなかなか、貿易っていうのは、活発にならないというか、気軽に物やり取りするんじゃなくて、そこにお金が発生しちゃうので、あんまり貿易活発にならないんですよ。なので、自由貿易協定っていうのを作って、もうここの国とここの国との、物のやり取りの場合には、関税かからないようにしようねっていう風な、同盟を結びました。まあ簡単に言うと、EU とかみたいなもんですよ。EU とかも、その、ヨーロッパの国の中での物のやり取りは関税かけないようにしようねとかって言って経済的なつながりを活発にしようとしたんですけど、それと同じです。この3つの国で、アメリカ、カナダ、メキシコでどんどん物のやり取りができるように、この自由貿易協定を結びました。これによりこの3カ国での物のやり取りが盛んになっていきました。ただこのナフタ、注意しなければいけないのは2020年に亡くなったっていうことですね。なので、実際にじゃあ入信出るのかっていうと、なかなか、あんまり出ない、可能性の方が高いです。最近では、その2020年にNAFTAっていうのが切れて、同じ3カ国で新しい USMCA っていう、同じようなものですね。関税なくそうよっていうのが、できたんですけど、2023年段階では、まだその、USMCA っていうのは、教科書に書かれていないので、こちらに関しては、出ることはまずないだろうというふうになっています。はい、というわけで今日は、NAFTAって何ってことについてやっていきました。NAFTAっていうのは、アメリカ、カナダ、メキシコによる自由貿易協定です。普通、物のやり取り、国同士の物のやり取りっていうのは、関税っていう余分に、税金がかかるわけですね。それをなくしてその3カ国での物のやり取りを活発にしていこうよねっていうことで結ばれた、同盟みたいな形で、北アメリカ版 EU みたいな感じの、ものになっていきます。